あとはあの星野監督、なんなのってちょっと思うんですよね、星野監督がけしからんみたいなこと言ってる言ってるらしいんですけど、俺、忘れないんだよね、その去年、菅野行った時に、星野監督が、日山素晴らしいみたいなこと言ったんですよ、完全とその逆指名に立ち向かう日山は素晴らしいみたいなこと言ったんなら、あんたも行けよって思うんだよね。で結果今 行かないでおいてそれで、そのおそれも日山前の日に行くって言ってるのに行かないでおいてそれじゃドラフトの意味がないみたいなこと言うじゃないですかまず、えー、今回楽天で1位指名された人気悪いよねっていうのが1個とうちは言ってたみたいなこと言うから気悪いっていうのとあとじゃあ去年あなたが評価してたのは完全と立ち向かって辛口引くやつなんだっていう。 その完全と立ち向かって取れないっていう行為を評価してたんだと思うと何言ってんだろうって思うって構成の渡辺君がそういう台本を書くから今僕全部丸読み丸読みですよこういう完全台本のラジオっていうのは僕のところと小沢昭一先生のところしかないですからそうもうも渡辺君ちょっとこれやめようよ。 星野監督、気悪い、気悪いでしょうよ、これ、どうやったって。<laughs> さあ、それじゃあ、曲に行こうかな。<laughs> えー、ビッグママ、ジェフリー・キャンベルのスケートシューズ。